よし、ありがとう。今日も安定な絶対的美少女、本当に。久しぶりに帰って、やっほー。カータの全体晴れそう、本当に。やったー。みんなの大好き、ありがとう。今日はね、公園なので 今日は髪も寝れてそうなのなさそうなんですよ、何を髪で仕事頑張ってね、ちゃんと寝れた。おはよう、やだ、おはよう、昨日一日、やだの始めなかったか、寂しかったの？バイト頑張ってね、昨日はグッズプのミサトスのキーホルダーってマイティのコースターだった？今日公演です。おはよう。やな、早いわ、バイトはや、あつ、桃太郎、お疲れ様。まさから、何時からやってるの？なんかとなっぱ、あんまり。なんでだろう。ワインにハート、ありがとう。なな大好き。あいよ、手やったよ。今日も声外れちゃった。せひらくん、じいじありがとう。コアタの生誕で仲良しメンバー、そうなの。楽しみでございます。よしみつちゃん、花束ありがとう。おお、120日目、嬉しい、ありがとうございます。最近あったかいパジャマ着てる？何のパジャマか分かった。 いいじゃん、いいじゃん。けどまだちょっと寒くない？やばい、充電器が消えている。マミに充電器を持ってきてる。はい、送りました。タランくん、タルマさん、ありがとう。充電器ちゃん、あったわ、充電器。やっぱ大丈夫ですと送ります。
ちさんファイトありがとう。東くんバラ千万両よろしくありがとう。あたちさん、ななんかありがとう。おはようかん、おはようかん、やれてるかな、あれれ、あれれ、いけた。おはよう。今日は特に朝から可愛い。本当に。なんでだろう。なんでだろう。かずさくん、かわいい、ありがとう。ワンワン、吠えてる。ピュアカついたあのサンドイッチのやつ、東くんかわいい、ありがとう。朝からピュアカツさささ最高って言ってる。4月1日の声申し込んでありがとうございます。新年度一発目、犬飼ってなーい。なんか近くの犬ちゃんが叫んでる。ワンワンワン。昨日はパクパク大活。お！あれか、肉みたいなやつね。うん、あとツイッターアイコンも可愛いスクショ、あれでしょ、お花のカチューシャのやつでしょ。天気がいいからワンちゃんもご機嫌。確かに今日めっちゃ天気いいかも。 Hi, I'm from Indonesia. Hello. ユナのお母さん、本当に、わんわん、なんてツイッターしてません。グッドスプーン4回いったの、すごい、ソーキュート、テンキュー、おはよう。朝からいいねにゃん。逆光なの。ツイッターしたいんだけど、なんかまだできないシステム、研究生。よしみちちゃん、ディアはありがとう。
ユナワン挑戦してみる。あーびやー、あーやカフェオーレくんにゃありがとう。今日も1時間、今日はねレッスンもあるので頑張ってきます。今日はね午前中は練習なので、午前中って言っても昼ございます。ピオラヤッホー、ナナ大好き、ありがとうございます。もうそんな君は入ってる、で僕だけに話しかけて、プリー最初8人設定、そうなの間違えてしてて、ごめんなさい、しれっと書いたんですけど。君はガーフレン、僕のガーフレン、ずっと大好きだったよ。もうちょっと早く見たーい。しっかり見てました。なのと妄想があるフレンドっていう。ね、なんべほっていただき苦しい。ななちゃんの今週の声全部弾いたから。うちわの出番がないかなち。なな大好き、ありがとう。ななおはよう。ももちさん、かわいい、ありがとう。猫かわいいでしょ。ダメ、今はダメ。夢の中でユナなん。カフェハラくんかわいい、ありがとう。もうちょっと前髪伸びた気がする。今日は温泉にならないこと願います。あやおー、やなん大好き、ありがとう。見て、なんか光のせいでさ角がちっちゃくなってて、ナナ大好き、ありがとう。うん、早川いいよ、早川。角じゃないわ、猫だの耳だ。ナナ早、じゃあナナ大好き。本当天気いい。早起き得意。あれ？パカパカーパパカパパカワワーピョーンピオラ
なちゃんどこのペットショップ、うん、ピオラショップこの子の名前ピーコです。あれパーコどこ行った、おった、ピーコとパーコ、今日のね、今履いてるズボンちゃんピンクだから、この色と同じピンクだから見せたいんだけど。餌は？餌？ステーキ。縁側。サーモン。ナン。春巻きで大丈夫です。ございますにゃ。あーやーぱ作品かかりそう。ねえねえ、眠たくない、眠たくないけど思考回路は回ってないからさ、脂身はね本当はない方がいいんだろうけど、犬は好きなんだよね。ね、けど味は薄味がして、素材の味を楽しむじゃないですけど、薄味派です。なっちゃん早い早い、久々、朝日これからこの時間、うん、あの、これからの予定に合わせて変動していきます。ピースティーやります。リカティーを選んでね。はーい、頭の回転回ってない。お、お買い手してた、あります、おめでとう。あ、いや、午後ゆっくり出るときはお昼寝、そうだからゆなの生活がわかるね。今日はゆな何時起きた、前々から分かってたと思うけど、おはよう。明日航空センター入るの？楽しみな。仕事があるか、朝早い時間なのがあり、ね、シーバー？なんかけどやっぱりご飯食べたら頭の回転早くなるとほんまなんかなと思うけどさ、同時にさ眠気も誘ってこうへん、ご飯ってなんかちょっとよくわかんないんですけど、
みんなどっちタイプだ。結構ご飯食べるとなんか眠たくなるタイプなんですね。みんな自己紹介取っていくやん。今ねの好きな飴？飴はね、ミルクかな。あのいちごミルク、いちごじゃない、あの練乳ミルクみたいな飴好きよ。あ、すごい、中学生くらいから食べてるの、すごい。いやね、授業の、ありがとう、授業の合間に。お休み時間も。ありがとう。あ、餌ね。東くん、たこさん、ありがとう。今日もかわいい、ありがとう。似てるんだ、さ、餌と飴の字が。なんか飴って結構なんかあの絞るなと思ってたんですよ。じゃあ餌か。10分だけ見れる？めっちゃ休み時間の合間塗って、ありがとう。マト、ちゃんと授業の用意するんやで、次の時間の。やなおはウェイウェイ。あはー、一限は早いな。あるの今から、今からか。やなしき、ありがとう、ありがとう。なあなあなあ、あ、言うのか。 Yes, I do. I'm NNB48. テレワークだから今日見れる。ありがとう、ラッチさん。バラさん、ありがとう。本当に頭回ってない、それは。イエーイ。なんか、ピオラさんに言われたら悲しくなる。外回りでさ、今の配信して、なんか、頑張ってるの。いや、なんだ、好き、やった、今なんて、英語は。なんとかかんとか。好きな餌は、餌？ご飯。昨日寝る、おはよう、寝る、おやすみ。どういうこと？同じタイミングできたってこと？テレワークの時にも、テレワーク良かったの？ユーナはどっちやろうな。確かにユーナも家大好きリングやんけ。あら、あのもしも仕事行く人かテレワークと、けどなんかやっぱ行った方がやる気が上がるとかはないんですか？お魚タイムマジック、お魚。お茶かな。おはようメールの5分後にお休みメール。ねえ、なちゃんも自分の番組撮ってみたら。けどね、まあまあ撮ってるよ。うん。みっちゃんこしょうの見れたの。なるほどね。せんな、だらだら仕事。
くび出ちゃってた。あはやそう、ママ朝ごはん食べても果汁 100% のジュース飲めば飲めない。そうなの？そんなんあんの？なんでカフェイン入ってるの？あいや、そうだ、コーヒーとか飲めたらさ眠たくならないかな。カフェオレね。なんで無理にコーヒー飲まない方がいいの？眠くない、ゆなく寝ないって。ひなちゃん努力家だし頑張り屋さんだけちょっと応援してありがとう。足が立ちなのでもうなの朝起きて女とかストレッチはしますね。朝起きたら体が生意気っていうのでストレッチを。暗くない？大丈夫？やな大好きありがとう。何今の曲？びっくりした。何の曲？なんかショールーム開けた瞬間になった。そしてユナのショールームが見れない。見れない。みんな見れる？ユナのショールーム見れなかった。何？そう、最近ね、昨日からやりだしたねゲームがあるんですよ。なあなあさハッタありがとう。でこれはね、なんか隙間時間にできるゲーム。自己紹介、イナってなんな、ユナなんな、みんなの夢の中にもユナな。ありがとうございます。大阪出身18歳のユナなんか大会なんです。よろしくお願いします。そう、ゲームがあって、これは隙間時間できるから、なんかあんまりゲームとかに時間取られたくないっていう派なんですけど、おすすめのゲームやってる子多いと思うんですけど、ユナ前にさ農作物とか育てるゲームが好きって言ってたじゃないですか。前やってたんですけど、一回全部携帯機種を乗り換えるときに、次元だよね、ありがとう、バイバーイ。授業じゃない携帯乗り換えるときに、そのゲームの内容も全て消えちゃって、またやる気一からということでやる気を失ったんですけど、けどまた昨日ね、姉の影響で、姉がねすごいマチになってて、その影響で始めたのがね、星の島のにゃんこっていう猫やないかいって感じなんですけど、ぜひ毎日癒されますので
皆さん見るのも昨日から始めたばっかで、今ね70年記念で、あの10レベル以上になるとね、あのそのゲームの空間内でもらえる金額が3倍になって、あのレベルアップしやすいので、やってみてください。あ、初ですか、やっほー。昨日ゆながさんのグラブの将来詳細のせ見た見た、めっちゃ可愛かった。ちょっと欲しくなったゆなもちょっとあのグローブに興味を持ちました。ぜひぜひ、うん、パズルじゃない、あのなんか農産空物を育てるみたいな感じのゲームで、そういうのってさ、あのラブレター送ってもいいんかな。送ってもいいならゆなのさ、あのその町送りたいねんけど。そしてその比較対象として、お姉ちゃん子、お姉ちゃんがめっちゃすごい町やから、しかもねそれ外でもね、あの外でも Wi-Fi ねなしでもいけるから、 Wi-Fi なしギガを使わないみたいなので、ぜひ今日声入るよ。おー、楽しみにしていてください。ぜひ皆さん、星の島にゃんこ、なんか宣伝マンみたいやけど、イナと一緒にやってみましょう。星の島にゃんこめっちゃ可愛いな、もうそれが最近のイナの癒し。イナちゃん、ハズちゃん、イナの末っ子、二人のうちのチタ、あや、はいにゃーと、ありがとう。まあ何でもね、お姉ちゃんに憧れ精神でやっちゃうんですけど、ゆなは今始めたばっかで中2レベルぐらいなんですけど、お姉ちゃん100何歩、半年で100何歩ぐらいって言ってたな。うん、またお見送りの時指ハートして、はい、はいにゃーハート、ありがとう。おはよう。ちょっとビジネスしてきます。いってらっしゃい。あっちさん、バラさん、ありがとう。おはよう。ゆなくん、ゆな面白いな、太陽の光が。あ、お腹が、え、めっちゃ隙間時間にゲームしてる。明日からもかわいい、ありがとう。めっちゃ隙間時間だから、1時間経って5分とか、そんな結構時間制で、なんか時間まったりしなあかんから、なんか農作物ができるまでまったり、例えば料理を作ったらそれができるまで待たなあかんから、あのその待つ時間の間にほんまちょこちょこ隙間時間にやるのがいいと思います。ゴミの車なんかさ、ここの今の町いろいろ音鳴るような先生なかなか来ないの、呼びに行かないと。いや、枯れちゃうとかないと思う。だから厄介ゲームではない。お仕事頑張ってね。そんな明るい？
で前髪ちょっと伸びた気しよう。オンライン授業で海外とつないでるか、なるね、姉か、オンライン留学って言って、やばないのよ、寝てる人、やばー先生イルミアデリ公園とミレイさんのプロデュースクイーン、どっちを見に行く、どっちやろ、どっちもは贅沢今日夢でもさ、劇場公演の夢を見た。おはよう。夢でもね、毎日アイドルしてるよ。東海シクリームありがとう。超絶可愛い声のゆなちゃんのセンターまた見たいな。やりたい、また。どんな夢？公演前に、なんか公演前はドタバタしてて、けどふーちゃんもね、結構覚えてる、出てきたの可愛かった。カフェオーレくん、カフェありがとう。どっちを見に行くけど、先にどっちを見ようかね。あー、それやったらウィルビアドル公園先の方がいいかな。先生来たけど知らん人いってらっしゃい、よしみちちゃん。なんか真っ暗だ。戻ってきた戻ったよ。真顔で止まってた。なんか言うの、真っ暗だった。真っ暗じゃなかった。あら、かわいい。ただいま。おかえり。ロケンさんいらっしゃい。充電切れたかのかと思った。まだ耐えてます。まだというか刺してるんですけど。ユンナ大好き、ありがとう。あ、メビのやつかわいいでしょ。ワンワンワン、にゃーにゃー、もうもう。今日おとなしい？にゃーにゃー。そういう日はあるさ。
差しで起きる。日差しで起きるの。眩しくて眩しくて眩しくて、知らない間にめっちゃ日焼けしてるかもしれない。ナナ大好き、ありがとう。桜入ってちゃいますよねって書いて飲んだやめましたけどって。最近ねちょっと故障してるので触れないでください。脳内目覚ましだけ。かわいい、ありがとう。仕事戻るね、いってらっしゃい。ゆなくん全然疲れてないよ。疲れてそう？全然全然疲れてないよ。金子さんめっちゃいじられる。おはよう。ねえ、ツッコミすごくいいね、ありがとう。今日は誰の日本放置してる？最近眠りが深くなってるんかな。普通かな。おはよう。かわいしだもんだ。あやー、深くなってたら気づかないうちに広がって持ってる。そうなんだ。在庫買うのやめたい。そう、なんか買うはず。です。まだお料理配信もします。アンナちゃん優しいですよ。このアバターかわいいなぁ、買ったんだけど。クッキングイナなん、なんかコアタンでやりたいな。なんかあのクッキング結果がパクパクタイでよくない？
できた。手紙合計になったら手紙提出にココナさんの飲み出しを送る。嬉しい。手紙も嬉しい。今日のおすすめモーニングどうしようかな。今日のおすすめモーニングはいやだね、あのね、食パン、また食パンやな。けどサンドイッチも食パンか。フレンチトーストとかどうかな。おすすめモーニング、いない、今日は食パンのはず。あの美味しい食パン屋さんのパンをね、そうがあるので、ではランキング読みます。の前にピオパパさんの一言、だんだん。猫とひよこってここ動物園やないかい。あれね、動物園で猫とひよこおったっけって感じですけど、まあそこ置いといて。ゆきくんハートありがとう。ありがたきピュアパパ師匠の一言でした。では今日のランキング読み、13位 MFF さんありがとうございます。12位おせまくん今日から楽しいもんね。11位リュークポテファイブさんいつもありがとうございます。10位ワイニャ、ワイニャたくさんコメントありがとう。9位ヤシミツちゃんありがとうねコメント。8位ユキナちゃん、ユキナちゃんいつもありがとう。7位ユキくん、ユキくんヤッホーヤッホー。6位トリアジさんいつも見守ってくれてありがとうございます。5位リュージくん、ゆうじくんおはよう。よいゆうちゃんも今日楽しもうね。ありがとう。3位がせいひろくん。ありがとうございます。ちょっと文字薄いな。ちょっと待ってね。書き足します。薄くて薄くて。見えないので。3位がしんひろくんにしてありがとう。2位がカフェオレくん、頑張ってカフェオレのブルーになるね。そして1位はラジさん。このアバターも書くの2回目でちょっと上手くなったでしょ。僕2回目って書いたよ。見て上手くない。ありがとうございました。パチ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 、また夜聞き方お会いしましょう。またねー。今日の会楽しまいまし、なな今日も配信してくれてありがとうございます。ありがとうこちらこそ。じゃあ最後にスクショタイム。
れたかな。なあ、最後にイナナンじゃんけんを。明日もまた見てくださいね。じゃんけん。みんなもダッシュ見てきてる？じゃんけんポン。イナくんもグーを出しました。イナくんの中も腹ペコ青虫なのでグースピーよ。お腹が腹ペコ青虫でございます。明日は多分早くなりそうです。時間が8時ぐらいかな。明日多分あなたがグーなのえグーなのえなんグーなのいちごも食べます。あなかなりんごご支配者もう死ぬ。4時に起きないといけない。4時問題ないですか。ほんまに明日のコアタンセタンさん ピロピロー、 うわーあはやー。今日はアバターが簡単だったので、あの早く時間が終わりましたね。書くの可愛いアバターだけど、ゆなちゃんの生徒さん出てきた言ったで。絶対来てほしいな。ゆなくんの生誕祭半年後、ちょうどツイッター解禁できる頃じゃないですかね。嬉しい。おはよういっちゃんも揺れてるでしょ。あのアバターもね揺れてるから一緒に揺れてるの生誕祭有給取ります。本当にまだねないつか分かんないもんね。はい、では皆さんバイバイ。ありがとうね。チキンさんバイバイ。また終わっちゃうんですけど、また見に来てね。バイバイキン。ありがとうございました。最後まで見てくださった皆さんの美咲のサポート頑張ります。バイバイ、おやすみ。またね。ゆなのこともたくさん見ておいてくださいね。今日の公演バイバーイ。最後まで見てくださいました、もありがとうございます。最後にミング見る見るバイバイ。ありがとう。 Where were you born? I was born in Osaka